読書の感想を絵画で表現する全国コンクールの中学校の部で当時仙台二課中学校に通っていた小川里香さんが最高賞に選ばれ県教育庁を表敬訪問しました現在仙台二課高校1年の小川里香さんが最高賞の文部科学大臣賞を受賞したのは読書感想が中央コンクールですこのコンクールには 38都道府県の小中高生の作品が合わせて58万点余り寄せられました感想画のもとになったのはアフガニスタンの復興に尽力し教団に倒れた中村哲医氏の生き方を記した本ですコンクールに9年間出し続けてその集大成というかで初めて文部科学大臣賞をいただいたのでとても驚き それですごく嬉しかったです。中村医師の生き方を新聞で知り、感銘を受けた小川さん。中村医師の表情に一番こだわりを持って描いたということです。